も平瀬です。どうも甲斐の内です。今日なんですけども、はい、エアジョーダン1廃王子、今月はね4月の17日に発売される、はい、ハイパーロイヤルなんですけども、こちらのストック数のね出てきました、ね、リーグ情報が出てきたということで、はい、やっと出てきました。はい、はい、そのあたりをずっとやっていきたいなというところですね。あとはねダンク情報がね、あ、そうですね、出てるというところとですね、あのスプリームと、ナイキエアマックス96のコラボなんですけども、こちらもねあの新しいカラーの出てきましたということで、はい、そのあたりをやっていきたいなと思います。その他は音楽情報が、あ、そうですね、はい、はい、ちょっとレディオヘッドの話をしようかなと。はい、はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の様子見ていない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声よくお願いします。はい、はい、僕らね、はい、あのツイッターやインスタグラムの方もねやっておりますので、あの概要欄の方にリンク方がありますので、はい、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい、はい、では早速なんですけども、ちょっとねダンクの情報が多いのでちょっと一つずつ見ていこうかなと思うんですけど、はい、まず一足目なんですけども、ナイキダンクローの、レーサーオレンジですね。そうですね、はい、今見てもらってるのは持ってる方の投稿でこういったナイキダンクローができてるんですけど、はい、これねウィーメンズなんですよね。そうなんですか。以前にもねあのフォトンダストとか、うん、グローグリーンを、紹介した時にあのウィーメンズでねまとめてナイキダンクローでこんな形でリリースされるかもしれないっていう話してたんですけど、はい、その中に含まれてたイエローのナイキダンクローはこれになるんですけどね、うん、はい、まあレーサーオレンジという名前ついてまして、はい、この方がねスプリングサマーでなってるんですけど、割と早い時期に発売されるんじゃないかっていう情報なんで、はい、もしかしたらね6月ぐらいに発売の情報が来るかもしれないですね、うん、はい、持ってる方の投稿が続々と出てきてるんですけど、はい、あとねなんで6月っていう話を今ちょっとさせてもらったかと言いますと、はい、ちょっとね次のナイキダンクロー見てもらいたいんですけど、うん、このパープルパルツって以前から紹介しているナイキダンクローがあるんですけど、はい、これウィメンズなんですよね。これもないですよね、はい。これがね、6月って出てきてるんですよね。あ、そうなんですか。リーグの方で。はい、今まで、これもスプリングサマーっていう話だったんですけど、はい、6月っていうリーグが出てきてるので、はい、まあ、レーサーオレンジがスプリングサマーっていうことで割と早い時期って言ってるので、はい、まあ、もう時期を考えると、まあ、6月ぐらいにこのパープルパルスと一緒に発売されるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど。うん、はい。比較的に淡い色とかね、明るい色って女性ものがやっぱり多いですよね。はい、そうです。なるほど。あの、最近ダンクってね、同じ日にね、2足発売されることが多いので、多いですね、まあ、僕としてはちょっとこれセットなのかなってちょっと思ったりもするんですけど、ね。なるほど。はい。まあ、こういった2足が出てきてました。はい。で、続いてなんですけども、ナイキダンクプローのピースなんですね。あ、そうですね。はい。はい、ちょっと持ってる方の投稿で、なんかね、一応アナザーダンクって書いてて、名前はついてなかったんですけど、こういったものが、今年のね、夏に向けて発売されるんじゃないかっていう情報ができるんですけど、はい、この写真以外に全然出てきないんですよ。うん、はい。このね、今、ピースって、まあ、これ通称なんですけど、はい、まあ、ピースマークがね、かかとの部分に入っているナイキダンクローなんですけど、はい、これに関して、ね、この写真がね、ほぼ全世界のスニーカー系の、まあ、いわゆるなんていうか、ニュースサイトとかで使われてまして、これ以外の情報はないんですよ。なるほど。夏に向けて発売されるんじゃないかっていうのが、まあ、情報で出てたんですけど、持ってる方の投稿でこういったのが出てきてましたね。はい、割とサイドパネルのところとかね、特徴ありますよね。特徴はありますけどね。まあ、あの、塗ったような形の、はい、そうなんか刺繍のような感じなんですね。はい。コットンのような生地の上に、なんか手の込んだね、まあ、ソーイング紙があるような感じなんですけど、そうですね。はい。おそらくこれベージュっぽい部分はスエードですかね、うん、なんかそういう風に見えるんですけど、そうですね、はい、まあ、こういった一足が発売されるんじゃないかっていう風に出てたんですけど、はい、一応ねなんかまあ平和を願ってっていう意味でもあるらしいんですけどね、あ、なるほど、っていう風に書いてました。はい、はい、で続いてなんですけども、これ名前がついてないんですよね。そうなんですね。ナイキダンクローなんですけども、はい、すごく派手な、はい、あの左右非対称の一応ね通称ねマルチカラーとは入ってました。ああ、そうなんですね、はい、見てもらってるのがね今持ってる方の投稿で、ね、これねいろんな角度からね投稿してくれてるんですよ、はいはい、で見る限りなんですけど、まあちょっとメタリックなレーザーであったりとか、そうですね、光沢がね、はい、ありますよね。ヌバックであったりとか、はい、光沢があったりちょっとマットな感じであったりとかっていうのを、はい、なんか、ふんだんに使われているような、しかもこれ左右非対称になっているので、カラーブロックの、ね、はい、ちょっと面白い一足なんですけど、うん、こういったナイキダンクローで、今のところ通称マルチカラーってなってるんですけど、はい、まあ、フリー99もね、ちょっと彷彿させるようなデザインだっていうのを書いてたんですけど、うん、これもね、春夏頃に発売するんじゃないかという情報がありました、ね。はい。はい。持ってる方の投稿が出てきているので、今後何かまた情報がね、更新されるかもしれないんですけど、またこの辺を追って、はい、あの、先ほど紹介しましたピースと、この通称マルチカラーに関しては、おそらくメンズになると思う。ああ、はい、まだその辺情報が分かれば、はい、はい、先ほどねちょっとあのコメント欄見て火がついたんですけども、はい、なんとまたあの見たいですね、はい、はい、アプリのねなんかねミシガンの方がね、はい、そう行方不明になってると言いますか、行方不明になったというか、まだ消えてるんですよ ね、 すよね、はい、で確かめたらですねスニーカーズの方に、僕あのパソコンから見たんですけど、はい、確かになかったですね。
どうなるんですかね、また日付変わっちゃうかもしれないですけど、もう考えるとしたら、あれですよね、28日に、うん、チームグリーンが発売するんで、はい、そこしかないかなっていう感じもするんですけど、何回間違えるんだ、わかんないです。ただ24日の方が僕は良かったですけどね。ああ、そうですね、バランスといてくれる、ね、はい。あと土曜日っていうのもあるんで、はい、まあ、ね、スニーカーズに参加しやすい方が多いんじゃないかなと思うので、そうですね、僕は土曜日良かったんじゃないかなと思うんですけど、はい。まあ、このあたりまた詳細がね、わかりましたら、こちらでお伝えしていきたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。はい、続いてなんですけども、はい。シュプリームとナイキエアマックス96のコラボで、新たなカラーが。あ、そうですね、はい。はい。カモと呼ばれているものがあるんですけど、はい。スタジアムグッズという以前がご紹介してます、アクターマーケットがあるんですけど、うん、そちらの方はね、ちょろちょろ、まあ、前回で言うと、ブラックのタイプのエアマックス96とシュプリームのコラボの実物を投稿してくれてるんですけど、はい、今回ね、第3弾と言いますのは、これ3色展開という話があるので、うん、去年出てきたもので言うと紺色で、はい、で最近出てきたもので言うとブラックの黒のタイプのもので、はい、おそらくこれ第3弾と今3色目になると思うんですけど、はい、まあ、この鴨柄の迷彩のものが出てきているんですけど、はいはい、まあこれ以前にも話したんですけど、サイドパネルであったりとか甲の部分が、まあ、透明になっているので、はいはい、っていうデザインなんですよね、はい、まあ、あのコメント欄の方でも、ね、いただいてたんですけど、あの甲の部分ね、はい、透明ということで、あ、そうなんですよね、はい、つま先が見えちゃうぞと、はい、あとね、よく見てもらいたいんですけど、これね、はい、甲の部分の透明の部分はね、スッシュのマークが彫ってあるんですよね。よく見てもらったら、はいはい、ちっちゃいスッシュが開いてるんですよ、はいはいはい、まあ、ということで、まあ、ちょっとね、ソックスこだわらないといけないのかなっていう思ったりもするんですけど、僕ね結構ね、エアマックスね、はい、あの足の先っぽ余ってるんですよ。あ、僕もそうなんですよ、はい、まあ、僕はそうなんっていうかね、あの前回ね、前回というか古い動画見てもらうと、はい、まあ、そういう風になってるっていうのがあると思うんですけど、はい、まあ、今回ね、こういうになってるので、うん、まあ赤い靴下とか履いたら合うんじゃないですかね。まあ、このシュプリームのカラーじゃないですけど。そうですね。はい、スッシュのカラーとかね、そのあたりと合わせてみてもいいかもしれないですよね、はい。これが今月に発売されるんじゃないかっていう話なんですよね。そうなんですよね。まだこれも情報が分かれば。はい。はい、で、続いてなんですけども、エアージョーダン1ハイオージのハイパーロイヤル。そうですね。こちらの方が、なんとストック数の方がリーク情報出てきてると、はい、いうことなんですよね。まあ、いよいよね、今週発売で、はい。そうなんですよ。まあ、申し込みの動画大体申し込みまして、はい、本日もグレートっていうお店の方で、うん、お昼休み中にですね、申し込んでたんですけど、そんなね、僕らが、4月の17日にスニーカーズの方で、これ抽選になるんですけど、はい、オンラインチャレンジしようと思って、レイヤー上段配用時のハイパーロイヤルなんですけど、はい、昨日ね、2箇所ほどで、うん、リークなんですけど、うん、ストック数ができてまして、はいはい、まあ、こんな形で13万足と。13万足なんですね。出てきてましたね。はい。だいたいね、エア上段配用時で、はい、まあ、少ないものだと6万5千足って言われているので、うん、まあ、それに比べると、まあ、2倍ほどなのかなと思うんですけど、そうですね、まあ、最近で言うとね、まあ、ダークモカであったりとか、ユニバーシティブルーであったりとか、まあ、大体10万足以上あったっていうふうに言われているので、うん、まあ、そんな感じになるのかなっていう感じなんですけど、そうですね、まあ、あくまでもこれでもリークなんで、13万足っていうふうに出てきてましたけど、もちろんあれですよね、他のサイズ展開のものも合わせて、あ、多分そうだと思いますね、はい、メンズサイズだけじゃなくて、うん、他のサイズも含めての全ての、ストック数で13万足だと思うんですけど、そうですね、はい、まあ、まあ、こういった形で来てたんですけど、うん、はい、まあ、海外ですけどね、欲しいですけどね、はい、本当にね、今回のこのハイパーロイヤルに関してはね、申し込んだとこどこだったか忘れぐらい申し込んでるんで、はい、はい、まあ、当たればいいなっていう感じなんですけどね、そうですね、はい、はい、では、続いてなんですけども、カクタスプラントフリーマーケットと、あ、そうですね、はい、ヒューマンメイドのコラボ で、ね、こういったリークが来てるんですけど、はい、4月の18日に両社のブランドの公式サイトの方で、はい、まあ、発売するんじゃないかっていう情報が来てるんですけど、紹介してるんですけど、このベストとか覚えてません、あのリークでやったんですけどね、はい、はい、この、ベージュのカラーのキャンバスっぽい、生地のもので、うん、カクタスプラントフリーマーケットリークで以前紹介したことあるんですけど、はい、それがね、ヒューマンメイドのコラボで発売するっていうような情報が来てまして、なるほど、まあ、このバンダナであったりとか、まあ、以前紹介したと思うんですけど、4月の18日に発売されるんじゃないかって来てました、ね。なるほど。はい。はい。今日は音楽情報あるんですか？あ、そうですね。はい。はい、ちょっとこれ手短にすぐ終わる情報なんですけど、はい、レイオヘッドが1週間ごとに古いね、うん、自分たちがやったライブの、うん、まあ、アーカイブをね、ずっと公開していってるんですよ。ああ、そうなんですか？はい。先週の土曜日っていうのは、2008年のちっちゃいライブハウスでやった、ライブをね、流してたんですけど、はい、今回ね、2017年のコーチュラフェスティバルでパフォーマンスした時の、うん、まあ、映像をね、全部ふんだんに、今週の4月の17日の日本時間で朝4時だったと思うんですけど、はい、公開するらしくて、で、先週の分も今もまだ見えるので、はい、まあ、気になる方はですね、今週の公開されるコーチュラフェスティバルのライブの分もですね、うん、また URL の方を概要欄に URL 貼っておきますので、はい、また気になる方は見てもらいたいと思うんですけど、そうですね。はい、はい、以上です。
あ、抽選では。あ、そうなんですよ。抽選では忘れてましたね。忘れてましたね。これまだギリギリいけるんですよ。ああ、そうなんですね。はい。ですね、はい、東京のデイズっていうお店の方で、はい、こういった形でハイパーローヤルの抽選が来てまして、はい、今まさにね、抽選開始してるんですよ。はい。はい、受付が始まってまして、明日までなんですけど。締め切りの方がですね、4月16日金曜日の23時59分まで、ね。はい。そうなんです。はい。7日ほどの猶予があるので、はい、これ概要欄の方にですね、申し込みの URL の方を貼っておきますので、はい、また見てもらえたらと思うんですけど。そうですね。はい。はい、言うの忘れてたんで。そうなんですよね。音楽情報をちゃんと見た人までが、はい、チェックできる。抽選情報までたどり着けるという状態になっちゃいました、ね。これね、僕まだ申し込んでないんで、はい、この、撮影の後にね。申し込もうかなと思ってるんですけど、はい、ちょっと忘れてました。僕も忘れてました。はい、ちっちゃく書いてたんでね、メモで。そうなんですよ。ということでね、はい、僕もこの後、はい、また申し込もうかなと思いますね。まあ僕らがね、実際に書いてるかどうか、はい、他の方が気になる方は、チャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイドリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.